の方で持っているのが3本とも全部ナチュラルを貼らせていただいてます、はい、1個が今お話しいただいている、ウィルソンのナチュラルです、はい、ですでもう1本が、ルキシロンのナチュラルです、はい、少しあれですね低摩擦係数のコーティングをしてある方ですね、はい、です、はい、で見た目には似てます、ね、あまり見た目はそうですね、はい、の話をしようとパッと見てこれがこっちだっていうのが分かるかっていうのはなかなかなんですけども、はいはい、これちょっと2本と、はい、おただフィーリングでいくと、このルキシロンの方に多くの選手は変わっていくと思うんですけども、フェデラー選手と錦織君はこのウィルソンの方のナチュラルを今後も使っていきます、はいはい、ルキシロンの方にスイッチのセレナとかですねディミトルフとかみんなこっちに変わるんですけどやっぱりそれだけちょっと特性が違うのかなっていうのはこの後体感いただく好みもあるそうですねはい、はいはい、もう一本が、結構これも皆さん結構使ってらっしゃる方が非常に多いと思いますはい、よく売られている、はいはい、ナチュラルというところ定番のナチュラルの例えば、はい、高級ナチュラルです、はいはい、じゃあ全部ゲージは 1.3 になるんですね、はいはいはい、のものでご用意してあります、はい、で、ガラマス選手はい、私の方はですね縦のガットが、全てルキシロンナチュラル、はいはい、でなのでハイブリッド用に作ってあるナチュラルなので、はい、それとハイブリッドで、ね、これが、4G、はい、これはディミトルフバージョンですね丸々、はい、で2本目がアルパワーソフトのハイブリッドで最後3本目がエレベーター、はいはい、これちょっと楽しみなパターンかなと思いますという形で、私ナチュラル担当ハイブリッド、はい、という形でちょっと3つ打ち比べていきたいと思います、はい、一番最初に打ったのが某有名なナチュラルです多分皆さんがよく名前も知っている、はいはい、メーカーさんのガットで、はい、一番売れてるそうですね、はい、なんですけどなんで、まあ、僕実際これ打ったことありますなのでまあ、あナチュラルってこんな感じだったねっていうのを非常によく分かったつもりです改めて、まあ、非常に良かったです、うんはい、これは、まあ、間違いない間違いない、ね、間違いない確実なんで、まあ、ちょっとこの一番スタンダードな方って言っていいのかな、うん、っていうところのナチュラルと比較をしてちょっとウィルソンさんと、はい、そうですねあとルキシロンさんとはい、行きましょうかはい、はいはいはい、ははは次に、打ったのがウィルソンの新しい、はい、ナチュラルです、はい、ポンって1球目を打ってあ、柔らかいって思いました、うん、で、あ、ナチュラルってそうだね柔らかいんだよねっていうのをちょっとより体感できたんじゃないかなと思いますなので純粋にこう打った時にこうナチュラルってナイロンと違ってこう当たったところの箇所がベコって単独にへこむっていうちょっと不思議な表現をよくするんですよね、はいはいはい、あの全体がグニャってたわむんではなくて当たった場所の一点がペコってたわむような感じのイメージをよくお話をしたりとか、まあ、することもあればされることも結構あるんですけどそれがすごいよくわかるんじゃないかなと思いますなので打感的には多分あの先ほど打った代表的なナチュラルって言われたものよりも柔らかいとは思いますかつこう飛ぶ感じですねたわんでバッて戻る速さもちょっと速くて飛んでくれてる感じも強かったですナチュラルってそうだね飛ぶんだよねっていうのと柔らかいんだよねっていうのは一番このウィルソンのナチュラルが打ち比べた中では一番よく分かりましたあそうですねここが我々的にはザ・ナチュラルというか、うん、本当の意味でのナチュラルっていうのを出したかったのがウィルソンナチュラルになってくるので、まあ、先ほどおっしゃったここだけはポコッとへこむようなっていうのが多分ブレずに柔らかいフィーリングが出てるからそういう感覚になるんじゃないかなと思うんですよね、うんそれが堪能いただけたのかなっていうのがやっぱりオーガニックグラスフェドカウだけを使ってるっていうところなので、はい、もう一回言いますオーガニックグラスフェドカウの言いづらいのが、はいまあ、要はそれによってベータカロチンビタミン E オメガ3脂肪酸が普通の牛よりもたくさん含まれているので、テンション維持だったり打球感にいい影響を及ぼすっていう OFGK ですねオーガニックフェドオーガニックグラスフェドカブです。です。オーガニックグラスフェドカブ。そうですね。GFK って覚えてありますね。カブですから。C ですよ。そうですね。はい、はい。ちょっと飛んでしまいましたけど、はい、次、ルキシロンナチュラルです。正直、ナチュラルなんで、中身一緒じゃないですか。
そうですね、はい、あのオーガニックグラスフェッドカーは一緒です、はいねはい、だからこうそんな変わるんって思ったんです、はい、ただ打った感じの柔らかさとかそういうのってこうあんまり変わらないっていう印象があったんですよ。正直打った最初の1球目あこれも結構柔らかいね、もう有名なナチュラルでも柔らかい感じはするなっていうのはパッて打ってあんまり差がなかったんです、正直な話。ただ1個だけこれは全然違うと思ったのは回転かけた時のかかりやすさは全然このルキシオのナチュラルがいいです。これはもう顕著に出ます、正直な話。だからフラットにバンって打ってしまっている限り、まっすぐゆったり打ってしまっている限りあまり差は分からないかもしれない。そうですね、やっぱりハイブリッド用で作ってるのでポリエステルストリングスと合わせた時のスナップバックを最大限に出そうとしてるんで、さっきのウィルソンのナチュラルと違うのは、低摩擦係数コーティングになってるのでこっちの方が滑りやすくなってます。その分絶対回転的にはプラスになるはずなんですよ。ちゃんと動いた形跡があるもんね、かなり。そうですね、はい、同じテンションで張ってるんですけど、はい、で同じような感じで打ってたんです。なんですけどすいません、打ってる途中でやばい違いがわからないと思ってなんか何か探さなくてはいけないと思ってとりあえず両方とも回転をかけてみたっていうのがあるんですよ実際。なんですけどその時の回転のかかりやすさ、回転量って、まあ、実際目で見ててわかるのは弾道の上がり具合とちゃんと落ち具合ですね。上げることはできるけど上げて落ちるのかって言われた時にやっぱり結構この時に回転のかかりやすさってよくわかると思うんです。その時の落ち具合の良さは圧倒的にこのルキシオナチュラルの方が回転がかかってたっていうのは自分が目で見て感じられると思います。それ組み合わせるっていうのは多分ナチュラルとポリエステルを組み合わせるって言った時によりわかると思いますけど、単純にナチュラルだけ打ち比べてもあ回転かかるねっていうのはわかりますって言ってるところで、ハイブリッドにした97S、はい、ハイブリッドで、縦糸に、ナチュラル、はい、オーガニックグラスフェッドカーブ、はいはい、言ってました。オーガニックグラスフェッドカーブ、さっき止まりでずっと練習してた、はい、やっぱり私もハイブリッド何回か試したことあるんですけどあまりナチュラルとっていうのはやったことがないので、うん、やっぱりそこはもう抜群にこう打ちやすいっていう感覚はあります。でこの、縦糸、ナチュラルに、まあ、合うのがどれかっていう話になるともちろん個人差はあると思うんですけど私は、4G が、はい、そうですね、まあ、このインプレッションで道場さんが僕にこうディミトロフだねみたいなことを言ってくれたのでそのイメージもあったんですけど言ってない言ってないでも一番こうガットにこう乗ってくれるというかどっちかというと僕言い方でしばくというか結構フォアハンドなんかこう打っていくと思うのでこれが一番こう引っかかりがあるというかそういう感じがしたので僕はまあストロークっていう形で今打たせていただいたんですけど一番打ちやすい。ごめんなさい、2本目はアルファソフトは弾いちゃう感じがちょっとするので球離れが早いというか結構僕のアルファのイメージは柔らかい、皆さんも結構アルファって柔らかいこうイメージがあると思う。実際そんなことはないです。アルファ自体はそうですね、まあ、4G とかの方が実際係数的には柔らかいですね。はい、なのでこうやっぱりちょっと弾きが強いなのでちょっと擦り上げる前に下に落ちちゃうというかだから多分打っててもちょっとネットが多かったんじゃないかなと思うんですけど入れに行ってる時でもやっぱり先にこう引っかからず落ちちゃう感じがあったの で最後エレメントですかね、はもう柔らかい飛ばないっていう感じがちょっとしたのでまたこれちょっと違うラケットにこう貼ってみたらこう良さが出るのかなっていう感じはしたんですけど。そうですね、ストリングス時代にやっぱりポリの今のエレメントアルパワーソフト 4G でいくとどれが一番パワーないかっていうとエレメントがないはずなんですね。その分ソフト感は高まるのかなというところとあと 4G がもともとがハイブリッドでナチュラルと組み合わせた時に非常によくなるっていう、まあ、石堀君なんかがもともと使い出したものなんですけどもそういう面の相性がやっぱり一番いいのかなっていうところは気がしますね。アルパワーソフトとナチュラルアルパワーソフトだけを貼っていただいた方がドカンっていうやっぱボールは出るのかなっていうところでは非常に好みが分かれてしまうところかなっていう気はしますけれども、はい、なのでおっしゃっていただいた通りかなと思います。何よりもその今回は、ルキシロンのナチュラルと、ルキシロンのポリエステルをそれぞれ組み合わせていただいたので、
まあ、そういう意味ではやっぱり今日は、ね、ディミトロフバージョンということなんで、はい、そうですね、一番合っておられたのかなっていうところがあることですね。でまたこのルキシロンの方のナチュラルなんですけど、はい、やっぱりハイブリッド用っていうところもあるんで、パッケージが、開けていただいて、こうハイブリッドで真ん中で切るところにあらかじめ、マーキングされてるんですね。お、測らなくていい、はい、測らなくていいので親切、そこでパチッと切ってもらえばちょうど半分で、残った半分どうするのというと、パッケージ自体がブリスターパッケージになってるんで、ブリスターパッケージ、ジップロック、はい、ジップロックみたいになってます、はい、空気抜けるってことで、だから残った半分を入れてジップロックで閉めておけば、まあ、最後もぜひ見ていただけたらこれですね。今旧ウィルソンのナチュラルと、新しいウィルソンのナチュラルを持ってきましたけども、手前この、はい、こちらが、ね、旧ウィルソンナチュラル、こっちが新しいウィルソンナチュラルで、これをですねこう2本合わせて同じようにしますね。黒いところでやりますと、こう折ろうとしていきます。ずっと折ろうとしていくと、ナチュラルって白い線がここにもう入ってきましたよね、はい、うん、入ってきましたよね。おお、こうすごい、ウィルソンの新しい方はこうこれだけ曲げてもまだ折れ目がつかないっていう、ね、白くならないな、はい、これがやっぱり密度がしっかり高いのでこういう差が出てくる。どっちがウィルソンナチュラル、こっちですね、です、白くなってない方が新しいウィルソンナチュラル、これが古い方のウィルソンナチュラルなんで、これぐらいもう差がで出てくるというか、で跡がついちゃってるのとついてないの差ですよね、はい、これぐらい差が出てくるので、これがオーガニックグラスフェドカウ、えオーガニックグラスフェドカウ、はい、というところになるんで、まあ、張りやすさもありますし、これだけ強いというのは分かっていただけるかと思いますので、はい、1万2000円ですけど半分にしても6000円です。ただこれを使わないとナチュラル使ったとは言えないんじゃないかな、理由ナチュラルかそこまで言っちゃいましたけども、はい、っていうふうに強く思っております。ぜひぜひ体感いただきたい。発売は2月になります。はい、ちょっと先なんですけれども、はい、2月にはこちらを発売、ウィルソンナチュラル16、17、ルキシロンナチュラルも16、17、1.25 と 1.30 という普通ゲージで、はいはい、4型同時に発売となりますので、はいはい、まあ、かなり、貴重な繊維を使ってやってますので大量生産というわけにはいかないんですけれども、この辺も予約も含めて考えていただければと思います。はい、なので、まあ、ちょっと新しいナチュラルの選び方っていうのをおっしゃってた通りなんですけども、はい、使い方もぜひあると思いますので、まあ、今の現状ナチュラルユーザーの方はもちろん、ちょっとこれという動画を見てはナチュラルいいんだなっていうのはご体感いただけるかと思いますので、まだ使ったことない方も合わせてぜひご検討いただければと思います。はい、ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。